右が男湯で左が女湯やってな。よいしょー。あれ脱衣所に男性とおらんけど、あいつら先に入りやがったな。お前ら先に入りやがって。よっしゃ男だらけの温泉楽しむぞー。キャーどっちの冒険。何してるんですか、もう先生。川先生、申し訳ございました。先生が男湯と女湯間違えるってどういうことですか。すいません、浮かれてて。修学旅行に先生が浮かれるとかダメだもんね、俺。おい、ゆうき、ホテルで来たぞ、ぜ。おい、嫁先生よ。お前ら、消灯しかも過ぎるだろ。恥ずかしくないか、高校生だって怒られて。違うぞ。もう大人になってフルチンで止まらなくて恥ずかしくない。私です。本当にすみませんでした。警察では勘弁してください。まあわざとじゃないんですよね。わざとじゃないです。じゃあ分かりました。とりあえず保留します。え、保留ですか。はい。もし2回目間違えるようなことがあれば、さすがにわざとと判断して警察に通報します。警察に通報されたら今日生活終わるなり。次は絶対に間違えません。まあ修学旅行はあと2泊ありますからね。絶対に間違えないように。はい。いいですか。今回は女湯が右側で男湯が左側でしたよ。女が右で男が左。女が右で男が左。で、毎晩入れ替え制なんでね、気をつけて。聞いてますか。はい、OK です。よーし、今日こそ間違えないぞ。女湯が右で男湯が左でー。ぼっちの冒険。よーし、温泉入るぞー。こう、女風呂や。やば、早く出らんと。あー、温泉楽しみ。やばい、女の人入ってくる。よーし、入りまーす。今出て行ったら通報される。なんか男の人の声聞こえてるの。多分バレんでくれ。男の人いたら通報しますからね。どれかいいタイミングで逃げんと。あ、いや、お風呂見に行こう。やばい、こっち来る。潜るな。うわー、さすが老いた、綺麗だわ。おい、眺められよ。間は出られんぞ。眺めるだけでも素敵。おい、いつまで眺めるつもりや、こいつ。1時間でも眺めてたいわ。1時間さすがに暑すぎて死ぬ。他のも見に行こうかしら。やばい、暑い。次どれ見ようかな。こいつが移動した瞬間に水風呂に入らんと死ぬ。サウナとか見てみようかな。よし、今や。冷てー、助かった。よし、今のうちに逃げるか。サウナの次は水風呂見よっと。うつやろ、また出られんよ。水風呂なんか中に冷たい。前を出らんと死ぬ。てか水風呂綺麗だわ。やばい、冷たすぎる。死ぬ。みんな家で温めて。ちょっと10分くらい水風呂を温めよう。お風呂もうダメや、どうします。やばい、じゃあさっき飲みすぎた。あれ、あったかくなった。助かった。なんでやろう。え、すっきり。なんでか分かった人、コメントしてね。あ、私ったらタオル忘れたわ。取りに帰ろった。よし、助かった。今の捨てていくか。気持ちよかった。結構、もち先生、怖かったな。あ、寝たんじゃない。じゃあ、おい、漢字がおらんってことか。いいこと考えた。俺もやべ、誰か来た。せっかく出れるチャンスやったのに。ぼっちの冒険。おい、女風呂覗こうぜ。おい、俺らもそらしてました。あ、先生、俺。先生、俺や。何をしてんの。見たら分かるやろ、女風呂入ってったの。いや、ダメやろ、通報するわ。いいんか。そしたらお前らも女風呂おったことバレて当然やぞ。まあ、確かにな。よし、お風呂入るか。やべ、和子先生来たわ。もうとりあえずロッカー隠れぞ。じゃあ俺1番で。じゃあ俺2番。じゃあ先生3番。さてと、どのロッカーに荷物入れようかしら。誰か確実にバレて人生終了やな。1番くんな。2番くんな。3番くんな。まあここは適当に3番にしようかな。やばい、開けられたら教室生活終わるなり。先生がバレることになりそうだな。ラインだ。モス先生からか。今日は2がラッキーナンバーですよ。何やったな。俺は教師だからな。俺だけ和子先生に LINE で誘導できるんだよ。はずるいと思っていい。お前らどっちかが終わりだな。キモアのメガネ教師が業務連絡員が送ってくんだよ。えガチ気象は嫌われたの気づけよ。えあいつに誘導されに嫌やな。3番にしよう。ほら一番に止まった。うわ、でもなんか3番くさいな。どこ使ったらいいかみんなコメントしてよ。頼む、1番くるな。2番くるな。3番くるな。待ってか、甘加減何かしてるかな。おい、なんかロッカーの中から落としたな。誰が出てこい。おい、ユキ出て行ってくれ、頼む。ユウです。俺2回目にバレたら警察通報されるんよ。もう自分やろ。じゃあユウ出て行って、犠牲になって。俺も嫌ですよ。頼む、じゃあ警察だけは通報されたくないんよ。まあ全部開ければ分かる話か。おい、頼むって、全部開けられるまで犠牲になってくれ。ああ、もう。じゃあ今度抜けが一番怒るよ。おう、分かった。しゃー、2番のロッカー入ってまーす。どら、え、急に俺売られた。え、動かけ。裸を見ていいのは裸を見られる覚悟ありやすだけや。見て書き込めや。何年女風呂おるかで。バスとして福岡県立高校高等学校高校清掃しろ。パンパパン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 歴史は。あー、助かった。なんとか警察に通報されるのは免れたな。でも先生、明日まで修学旅行ありますからね。明日こそは間違えてくださいよ。もちろん、さすがに二度あることは三度。あ、それじゃあかんか。あ、三度目の正直、あ、三度目の正直だ。
ちぼっちの冒険。昨日が左が女やったけ右に行けばいいのか。いや、ちょっと先生、こっち。危ねえ。よし、助かったお前ら。また間違えとかった。いや、俺らは間違いませんから。そうそう、ここが男湯ですから。さてさ、楽しみましょうかね。だおれおい、カズコ来たぞて。ゆっくり堪能するわ。お前ここ女湯らねえか。マジか、ごめん先生。次見つかったら俺警察通報されるぞ。あっとったやねえか、俺が。ごめんちょ先生。お前らのせいや。もうお前らのせいで俺警察行きや。時間は、過去から未来に流れてるんじゃない。未来から過去に流れてる。過去がこうだったせいでとか、あれのせいで言うでも仕方ないよ。未来の素晴らしい出来事のために、ああ、今こう経験があるんやなって信じて、それでも全てをポジティブに捉えて、それ頑張っていくしかねえよ。はい、書いちゃう。どう考えてもポジティブになれんやん。でもどうにかせんとしょうがねえやろ。とりあえずサンダに隠れるぞ。誰もいないわね。あ、入ったよ、出るよ、ババ。生徒たち来るまで待たなきゃね。やばい、待って。死んでは。ダメだ、このままやと死んでしまう。あいつがどっか行かん限り出れって。来ないかしら。先生、ごめん、もう無理や、出るかもしれん。俺ももう無理や。おい、やめろ、出たらバレるって。やばい、水風呂に入りたい。おい、我慢しろ。いや、無理やって。サムだな、体幹に力入れたらなんとかなるよ。体幹。おお、手は、俺は手を見せたけ。行くぞ。はっ。あっ、俺だ。ダメよ、暑さと匂いでもう耐えられへん。耐えられない。うえ、あ、もうダメや。やべ、ずっとった。ごめんなさい、和子先生。おめえって知らなくて。そうよ。次入ったら警察って言ったわよね。許して。ダメよ、この変態教師が。待てよ。変態教師はお前じゃないのか。ねえ。お前さっき生徒たちが来るまで待たなきゃって言ったな。聞かれてたのね。この修学旅行に女子生徒は来ていない。つまり、和子先生、あなたはここで男子生徒を覗こうと待ってたんじゃないのか。おい、今確認したけどここ男湯で会ってたぞ。俺らが入ってきたらどっかに隠れて覗こうとしてたのに、俺らが急に現れてそれで焦ってたんだな。そういうことか。じゃあ警察に通用されるのはお前の方じゃねえか、カズコさんよ。うちょっ、カズコ学生、スーパー変態カズレンジャーバレしまったら仕方ねえ。修学旅行最終日、ユウの裸を見たかったんだよ。俺も和子先生が好きだったんだよ。おめぇ、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 あの15歳の白馬。いや、インスタとサブチャンネルしてる。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。ちょっとやばい。おい、警告なんですかね、こんぐらいじゃ。いや、これ大丈夫だ。おい、すごっ、強っ。強っ。